私は邪魔よ、あなたは邪魔よ、邪魔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 でございますということで、一心同体になりたいですよね。今日のこの動画で見てる私も邪魔、そしてあなたも邪魔、一心同体になっていきたいということで、かなりね高度なあるあるを言います。はい、あるあるというか共感を呼びます。うん、これはまあこれができたら本当にあなたたちをチャマと認めますわ。うん、認めますっていうか夜分かち合いたい、チャマとチャマを分かち合いたい。あ、チャマだチャマだって分かち合いたい。うん、別になね、お互いがチャマであれば上下はないからね。別にね、なんか伝授するわみたいな言い方したけど違ったごめん。昨日さ、エピックガチャじゃない、ビッグタイムガチャいっぱい来たじゃん。で俺はレア音だけを取ったので、そのとレア音が出たからウェーイと思って、まあ、アーセナルガチャちょっと引いたんだけど、まあウォレットに残ってる1200円ぐらい引いて、まあ、手数みたいな。でまあその時はね、まだふわっと冨安、まあ結構強くないぐらいの感じだったのね。もう冨安結構強くないぐらいの感じで、でいろいろさ見るとめちゃくちゃ強いんだよこの人。うん、例えばスピード80で、ディフェンスセンス93とかで、ボールダッシュとかも95とか、アグレッシブネス92とかさ、94とかか、まあそんぐらいに高くしてフィジカルコンタクト90にできんの、やばくない？でフィジカルコンタクトそんないらないやって、88ぐらいしたらスピード瞬発80とか乗せれんの、やばくない？そんなやついないんだよセンターバックで。でまああるとしたら188cm でしょ、だからファンダイクとかより5cm ぐらい低いのかな、だからちょっとっていうのはあるかもしんないけど、それにを上回る勢いで能力が高い。うん、でしかもドリブル、ボールコントロール、ボールキープ、グラウンダーパス高い。上げなくていいじゃんセンターバックでこれだけあれば。でスキルはディフェンス系のスキルは全部優秀で、これでまあワンタッチパスとか、あとなんだろうね、もういらなくない？低弾ドローブとか、まあ低弾ドローブはな、フライパスが低いから。ピンクロとかまあワンチャンサイドバックで使ってもいいけど、サイドバックで使うにしてもセンターバックで使うにしてもめっちゃ強いのよ、いないのこんなに。で別にサイドバック型にしてもいいしね、スピード85ぐらいに上げてディフェンスセンスを85678とかにしてもさいいし、でフィジカル高いからね。それでただね、なんか俺の中でね、一つの心の中に一つのね、なんか気持ちが湧いてんの、こんなに強いやつ逆にいらんみたいなえ、何なんだろう、なんかいや、いらなくないって思ったの、不思議なんだけどさ。普通だったら強いやつ欲しいってなるじゃん。いやだけど結局ね、これフォワードだったら、フォワードでこんだけ図抜けた強さだったら絶対取ってんの。だけどさ、なんかセンターバックってことはさ、結局相手の選手の能力とのこう比較じゃん。相手が足がめっちゃ速かったらこっちも足速くあった方が守りやすいしとか、フィジカルもそうだし、なんかね逆になんかいらなくなった。うん、強すぎるけどそんなに能力いらなくないみたいなっていうのを考えたんだよ。でこれが週刊選手とかだったら取ってたと思うけど、まあ、5000円を失うわけじゃん、言ったらビッグタイム。え？ 5000 円いるって思ったの。だって強すぎて必要がないんだよって思っちゃったの。蛙化現象かなこれ、蛙化現象で合ってるこれ。なんかあとはキッズに怒られるかもしんないけど、まあ、キッズはね、日本人が三笘とか冨安とかがバンバン海外で活躍するの当たり前になってる時代に生きてるから、この気持ちは分からんかもしれんけど、俺からしたらね、なんか日本人がこんな強いってクソゲーじゃんって思っちゃうんだよ蛙化現象かなこれ、これ蛙化現象何？だからちょっと冨安の前では大きい声で好きな言葉親孝行とは言えんなみたいな感じはすごいしてて、どうみんな。で戦って
ってみると、でディビジョン行ってみると、富安ねチラホラ見る、チラホラ見るけど、もう全員取ってるって感じはやっぱない。でも5000円で取れるんだよ。5000円だったらさ、全員取ってもいいじゃん。だから俺すげえ迷ってる。正直違いが出るのかどうかっていうのが分かんないっていうのが俺の中でのマイベスト蛙化現象、フィールマイソウルって感じ。うん、だって例えばさ、まあすごく分かりやすく言うと、総合値10のやつに対して総合値50と100で当てても結果は変わらんのよな。グイーって取るだけやから、そこにそんな強い必要あんのって俺はすごく思ってんの今で。もちろんちびっこサイドバックとかしか使ってなかった人とか、センターバック弱い人しか持ってないとかの人が使うと、あ強っってなるかもしんないけど、俺結構サイドバックもセンターバックも優秀な選手揃ってるし、ちょっとわからんちんともどっちめちんっていうのが正直なところです。はい、今まあごめんなさいね、こんだけ熱く語っといてセンターバックバリオスでまあこんな感じなんですよ。スピード79、瞬で、瞬発81、でフィジカルコンタクトは74、弱でディフェンスセンス87、ボルダッシュ92で、守備アグレッシブネス88、守備意識92で、マテウスがスピード77で瞬発81で、フィジカルコンタクト70、弱いね。ディフェンスセンス86、ボルダッシュ83、アグレッシブネス90、守備意識90、うん弱いね。でまあどっちもね、パスはうまいよ、72で、マテウスに関しては パスグラウンダーが80でフライパス83あるから、もう取ったら縦パス当て放題で、ワンパもあるし、ワンパはないのか、ワンタッチパスがあるのがバリオスか、うん、でキック力あるんだよね2人とも確か。あ違う、マテウスだっけか、マテウスはキック力あるからドゥーンっていける。まあ良さもあって、うん、で ミリトンね、うん、これまあこれのフィジカル90バージョンが冨安って思っていいよ。でボール出しと守備意識が90乗ってるみたいな、強すぎでしょ。でもミリトンで全然守れてる。でグバルディオルは、これのディフェンスセンスが90乗ってるバージョンって感じかな、うん、でフィジカルコンタクトも80後半とか90ぐらいまで上げれる、強いでも実感できるかなっていうのがすごい不安。やっぱりさ、何もないじゃん。だってトレーニングモードとかで強い選手とか使っても多分そんなに感じないでしょ。でもオンラインでのディビジョンで何試合かやって、あれまあ大体同じようなレベルのやつが来るわけじゃん、相手これスイスイいけるわとかさ、であとはあと相手の例えばファンダイクぶち抜くの簡単とかさ、ファンダイクそんな足速くないか、まあセンターバックで自分がディフェンスであればムバッペをこのもうボーンしばくわみたいな、ドログはしばいてるわとか、それなんあるかな、ある。ただね、俺サイドバックは今結構この今の環境で大事だなと思ってて、結構ネイマールとかでコネコネする人いるじゃん。だから足の速さがフィジカルか、まあどっちもだね、ぶち上げてやりたいなとは思ってんの。冨安がそれ止めれるのかなって。ネイマールとかのコネコネおじさん、あとはビニシウスとか、あの辺をまあ縦突破されないとか、コネコネしてんの後ろからグインみたいなのができるんであれば、まあ、後ろからグインじゃなくてもちょっと相手が うまく動けないみたいな感じにできるんであれば、ちょっとワンチャン考えようかなと思ってます。だからちょっと冨安取った人には教えてほしいんだよ。今俺蛙化現象中だから、うん、だから全然冨安が俺のなんていうの、俺のハートにフィールマイスをしてないのよ、うん、まあ蛙化現象中です。これわかる、結構わかる人いるんじゃないかなって思って話した。冨安の蛙化現象、あ、じゃあ冨安そんな強いやついらんくないみたいな状態、ぜひね共感する人もしない人も自分の意見をね、ある人いると思うんでコメントしてください。俺はね結構ね、なんかいやまあ確かに数字上は強いけどそんな変わるかなみたいな感じになると思ってます。逆に冨安取って、いや全然違うよちゃんという人は、誰使ってたけどとか誰より強いみたいな
教え方してくれたらすごくわかりやすいんでありがたいですということで、蛙化現象中のチャマくんでした。好きな言葉は親孝行、言葉は好きな親孝行。